はい。じゃあ、いよいよキャスト編。で、簡単なんですけど、すずねさん、飛ばない理由ってわかります？キャストが飛ばない理由。力任せに振ってるから。そう、それもある。あとは、なんで失速するんですか、ルアーが。何も考えてないから。飛んでる最中に。そう、それもある。飛ばす方向を決めてない。飛ばす、そう、それもあるね。はい、で、ま、今ちょっと言います。ちょっとこれ、胸開けますね。はい。見やすいように。摩擦なんですよ、摩擦。ここがまっすぐになってれば飛ぶんです、ここが。要は、このトップガイドとラインの角度がついた時点で、ここで摩擦が起きるんですよ。はい。この摩擦を起こさない風にするには、これをまっすぐすればいいんですよね。ロッドをまっすぐにして、ティップをまっすぐにして、ラインがこうまっすぐ出れば、摩擦起きてないじゃないですか。はい、ちょっと触れてるけど、ガイドに糸は。そうですね。で、この状態で飛ばすのがベストなんですよ。だからこれが、ちょっとでもこうやって下に行ったり、このラインがこうやって上に行ったりした時点で、ここで擦れて、はい、摩擦が起きて失速するんですね。ってことは、ロッドの角度が大事ってことですか？その通りです。だから、はい、ちょっとじゃあ、すずねさん下がってもらって。はい。これを、昔、いろいろ動画とか本を見ておかしかったのが、はい、10時10分で止めろと。はい。時計で言う。最初に習いました。そう、最初に習ったでしょ。はい。だから、ちょっと悪い例挙げてると思うんですけど、はい。ここで止めるんですよ。昔の例は、この角度で。はい。10時10分で。はい。ここで話せと。はい。これがもう間違ってた。摩擦しか起きないですね。そう、摩擦しか起きてないよね。わかるよね、はい。摩擦しか起きてないの。はいはい、で、じゃあ次は、はい、今度はじゃあ力任せに振り切っちゃう、はい。今度は力任せに振り切っちゃう。こうですよね。ティップが下に向いて、これも下に向いてるけど、はい、角度がついてるから、はい、摩擦が起きてます、はい。で、摩擦が起きてる間は、私的に言わせてもらうと、せっかく飛んでるルアーを、はい、せっかく飛んでるルアーを、こうやって戻してるの。引っ張ってるの。摩擦が起きてる間、抵抗でってことですか？抵抗で、はい、グーって持ってるか、はい、引っ張っちゃってるぐらい、はい、今のわざと飛んでるのに、それをロッドが下に向いてうってこうやって戻ってこいよって、はい、50センチでも飛べば、その50センチの中に10匹いたら、はい、10匹対象群が増えるから、はい、もう30センチでもいいし、10センチでも遠くに飛ばす方が絶対有利なんです、はい、貫通りの場合は、はい、じゃあどうすればいいかというと、フィニッシュラインでここをまっすぐすればいいでしょう。摩擦が一番起きない。はい。で、さらに、狙った通りに全部が飛ぶわけじゃないから、はい、じゃあ、例えばここで投げて、ちょっと右に行っちゃったと。はい、行っちゃったら、トップガイド、一番トップのガイドを、その飛んでるルアーに向けるんです。だから、飛んでる最中も、こうやって、ルアーを追うんです。トップガイドで。スナイパーみたいですね。そう、スナイパー。だから、ここに、あれあるじゃないですか、はい、スコープが、はい。で、こうやって見て、ここの十字にあったら、バンって撃つでしょ、はい。それと一緒で、ここにもし、十字があったら、スコープがついてて。ルアーをずっと、まあ、投げた後追うんですよ、こうやって。だから、はい、追従のミサイルみたい。はあ、ミサイル多分カメラついてるんだけど、はい、追従の。で、ずっとで飛行機見つけたら、はい、敵の飛行機。見たよね、何回もね。トップガン。それでバーッと追ってって、で、はい、その、追いまくるでしょ、ロケットが、はい。そんな感じ。それをトップガイドでやってください。一番先端についてるガイド。自分でこうやりながら。はい、それが一番摩擦が少ないです。それを追うときなんですけど、はい、大きく動かしていいんですか？ずれたら余計に。だけど、ルアーが飛んでる最中にこんなになったり絶対しないから、はい、もう追うって言っても、まあこのぐらいで絶対済んじゃう、はい。そのルアーがまあ風でこんなにならない限りは、もう簡単に、はい。ちなみにそれは腕で動かすんですか？それとも手首ですか？もうこうやって投げて、まあ後でやりますけど、はい、こうやって動かす感じですね。まあここまでは動かさないと思うけど、どうやったって。はいはい、微調整って感じです。微調整。だって、はい、キャストで飛んでる間って、はい、多分2秒ぐらいしか飛んでないから。そうですね。その2秒の中でこんなことはやっぱりできないので。はい、で、今ついてるのはプレミア X の 0.9 です、はい。ちょっと飛距離出したいので。はい、で、これからじゃあ投げ方やりますけど、はい、もう全く投げ方は、今まで皆さんがやってる通りと一緒です。こうですよね。まあ、極端に大きくいきますよ。はい、ここまでは、顔の横までは一緒。はい、今までと、はい。皆さんのキャストで大丈夫です。はい、ここに、この耳の横に来るまでは、はい。こっから違って、こっから違って、こっから振り切っちゃうと下に行っちゃう。はい、で、ここで離しちゃうと10時10分。はい、どっちにしろ摩擦が起きる、はい。フィニッシュここですよね。腕とロッドが一直線。一直線。90度で平行のまま、ルアーがバーンって飛んでって、そのルアーを追う。はい、トップガイドで。はい、ここで。じゃあどうすればいいか。ここで振り切った時点でもう無理です。ここで止まんないから。絶対こういっちゃうんですよ。
それか上で止めちゃう、はい、じゃなくてここまでは今まで一緒なんだけど、はい、こっから先極端なこと言います。壁をずっと押すんです。ロッドを壁にしてずっと壁を押して、ここまで来てこっからは振り切らないで、ここまで来てここで止めて、壁ロッドが壁ということでグーって手で押してて、で最後なんだよ、ニオさん投げてねえじゃねえかと、ここで最後押す、これでおしまい。手首を返して投げる。そうピタッと止まるから、こっから腕使って投げてないから、はい、手首だけ返してるから止まるんすよ、ぴったり90度で。で、あとはちょっとフォロースルーでこういくぐらい、一連の作業でいくと、はい、行きます。綺麗、はい、これだけです。簡単でしょ。もう一回行きますよ、はい、手首返す。で、ちょっとフォロースルーが残る、はい、でスーッと、よく最初の時って野球のボールを投げるようにって、そう、そうすると、はい、絶対こうじゃん、はい、なります。もうこの時点でティップが下がってんのよ、はい、で、はい、そこでまた摩擦、あ、摩擦させないには、はい、まっすぐ行って手首返して終わり、はい、で着水するまでこのまま我慢する、はい、飛んでくから、はい、ここでまたなんか余計なこと言っちゃって、シェイキングやるからっつってここで飛んでる最中にこうやって持ち上げちゃったら、はい、また摩擦が起きて、はい、飛距離が落ちちゃう、落ちちゃう。とにかく着水するまではこう、本当は今日はキャスト編なんだけど、はい、こっからのシェイキングがあるんですよ。で、みんな頭にシェイキングがあるから、バーティカルの人はだから投げた後にすぐシェイキングしなきゃいけないからと思ってロット立てて待ってんだよ、はいはい、で着水したからこうやってやるじゃない、はい、じゃない、着水してからロットを持ち上げてルアーを表層まで出して黙認して目視してからシェイキング、水中の中でシェイキングしても水の抵抗があるんで表層出てこないですよ、はい、ルアーは、はい、だから必ず投げて着水してロッドを持ち上げて、はい、でルアーが表層まで出てきたら初めてそこでシェイキングのスタート、はい、今日そこまでやります。はい、はい、今ので質問が出たんですけど、はい、ベールを返すタイミングっていうのは、ベールを返すのはこれが、慣れたらやってほしいんですけど、はい、着水前にベールを返してください、着水してからベール返すのはもうダメです、手遅れ。着水してベール返すと、はい、そのまんまロッドを持ち上げるままに1秒2秒って立ちますよね、はい、その間にルアーが重ければ重いほど10センチ20センチ30センチ潜っちゃうから、はい、でそっからロッド立てても出てこないですよ、なかなかルアーが、はい、だから10メートル飛んでんのにルアーがなかなか外出てこないからシェイキング始めるのは8メートルのところみたいな、もったいない、2メートルもったいないじゃないですか、はい、なのでなるべく投げて着水寸前にベールを返して、はい、でピーンとラインを張った状態で着水させると、はい、今度着水音がパチャってなるの、はい、ベールを返さないと糸が張ってないでしょ、はい、だからふんわりいってチョポッなんだけど、はいはい、ライン張ってるからスパーンってここでビチってなってからパチャってなって、はい、その着水音で魚が集まってくるんですよ、着水音が大きいから普通のより、はいはい、だから着水音ってめっちゃ重要なんです、うん、そのためにも、はい、着水前にベール返すってことが重要になります、はい、ただこれが意識しすぎるとあと5メートル飛ぶはずなのにそこでベール返しちゃうと、はい、そこで終わりじゃないですか、はい、そしたら飛距離が5メートルもったいないことになるから、はい、なるべく着水前を練習すればいいです。それはもう練習しかないですか。そうで、絶対やっちゃいけないのが着水してからのベール返しは、はい、もう問題外というか遅すぎる、はい、もう潜り始めちゃってるから、はい、必ず、はい、で絶対ここで止める、はい、で止めて着水前ベール止めて、あとでやりますけど、ゆっくり持ち上げれば、ルアー簡単に外出てきます。はい。で、目視してから、シェイキング。水中の、にいる最中は絶対にシェイキングはしない。はい。っていうことです。はい。糸はどうやって取ってますかと。はい。はい。じゃあ、すみません、いいですか。はい。慣れないうちは、私だって人差し指の、ここの関節で取っていいです。第一関節でこうやって取って。はい、で、慣れてきたら、こうずらしてきます。慣れてきたらこっち側の方に、指先の方に、指の腹ですね。そうそう、はい、あの第一関節の中のね、はい、で慣れないまでは滑っちゃうんでここの第一関節でいいです、はい、これが一番溝があるから当然、はい、滑らないんで、はい、でもここある程度ストッパーになっちゃうんですよ、これ逆に、あの滑らない分、はい、だけどこれが慣れてきてこっち側にすると、はい、滑りやすいんで飛距離出てくるようになるんです、はい、だからちょっとご自分で俺はどっちかなと、私はどっちかなと、はい、でこっちができるようになればそれはベストです。はい。はい。じゃあ行きます。で、この正しい言われるんだけど、この正しの長さ、これ、
これはね、はい、何センチですかって実は言えないんですよ。言ってる雑誌とか、あの DVD とか動画あるけど、今度は嘘っぱちだから。その人のキャストの仕方、ロットの、このアクションの柔らかさ、ルアーの重さで相性があって、人それぞれあるんですよ。だから長い方が飛ぶ人もいれば、こうやって短いのが飛ぶ人もいるし、これはあくまでもその人次第。だから、力ずくで投げる人もいれば、ルアーの重さを利用して投げる人もいるので、それはあくまでも。ただ、基本はあって、軽量なほど長くする。例えば 0.18g、0.15g は長くする。重いルアーは短くする。っていうのだけは基本であります。はい。じゃあ、行きたいと思います。だから、私の長さはこのぐらいだけど、皆さんは別に参考にしなくていい。皆さんが投げやすい距離にしてください、たらしは。じゃあこのまま行きます。はじめゆっくり行きますね。はい。すごい分かりやすいように。行きます。まっすぐで止める。いいですか？はい。はい、回収します。今度後で鈴音さんからこっち側から撮ってもらいます。はい、今はそっち側から撮ってもらいます。だから、1、2、3とか言わない。いいですか？はい。行きますよ。はい。ピタッと止める。ロッド平行。で、トップガイドに追従する。今はわざとベール返してないですよ。うわ、釣れちゃった。ベール返してないですよ。はい。今はもうキャストだけ見てもらうためにやってます。はい、もう一回いきます。もう、これやるだけで皆さんの飛距離が多分2、3メートル以上すぐ伸びる。もうびっくりする。こんな伸びるのかっていうぐらい。もう一回いきます。はい。はい。もう手首だけで投げれちゃうぐらい。はい、今はちょっとロットの角度を見てもらいたいんで、あんまりこう壁を押してるようには投げてないです。はい。手首だけでもこのぐらい投げれる。っていうことです。じゃあもう一回いきますね、ラスト。はい、手伸ばしながらいきますね。はい。この角度を守ってくれるだけで全然違う。はい。はい。はい、じゃあ行きます。ロットの角度ですよ。ロットの角度。この平行。腕とロットが平行。これが一番重要です。今は極端に手首だけ使う投げ方をしてます。わかりやすいように。皆さんにロットの角度だけを伝えます。もう一回いきます。はい。これが上だったり下だったりしたら、もうここで、トップガイドとラインが摩擦を起こして、飛距離が出ません。はい、失速します。はい、じゃあ、ラスト。もう一回いきます。はい。いきます。はい。本当に軽く飛ぶんですね。はい。本当に軽く飛びます。今見てて思ったんですけど、はい、キャストの、ロットの高さって大体肩の位置じゃないですか。はい。それって、そこより上とか下とかはダメなんですか？ダメですね。今すごく、鈴音さんいい質問で、肩の高さじゃないですか。はい。はい、じゃあこれ、ここにしますよね。はい。一直線じゃないもんね。こう。手首だけ一直線。うん。ここだともう、追えないもん、はい。トップガイドが見えないから。はい。トップガイドが目の高さにあって、初めて追えるじゃないですか。はい。この時点でも追えないし、この時点でももう追えないですよね。はい。トップガイドに目線がないと。はい。ってことは肩の高さぐらいでちょうどいいんです。はい。わかりました。はい。大丈夫です。だから、窮屈は困るから、だから、今度じゃあちょっとトップガイドでルアーを追いますね。はい。極端な追い方をします。はい。いいですか？極端。すごい極端、はい。今こんな動かさなくても全然追いてんだけど、はい、わざと追ってます。まあ、風で流されることもあるんで、はい、そしたらこのぐらいやることはあると思います。はい。もう一回いきます。はい。極端にトップガイドでルアーを追います。はい。